難関資格の最短ルートは上がるルート。合格者超倍増。<laughs> では早速第一章の個人情報保護法制定の背景から見ていきたいと思います。ここはねもう C です。ウルトラ C です。<laughs> だからえっ、ー、とまあまあそんなものねぐらいな感じで押さえておいてくれるといいと思います。もう本当にあのさらっといきましょうね。で個人情報ってじゃあいつぐらいにできたんですかっていうと、でしょ。 これですね、個人情報1970年代に西ヨーロッパ諸国で相次いで制定されているとだから思ったよりもほら私たち最近ねこうなんか個人情報がいろいろうるさいななんていう感覚あると思うんですけど実は、ね、1970年代にねもう制定されていたとただこれが何が問題だったかっていうと実はね 国ごとにそのま個人情報に対する規制がねいろいろバラバラだったんですよね。違ってたの。だからいろいろ面倒だったということなので、この OECD 経済協力開発機構で協議された結果、この8原則 OECD 8原則っていうのを作ったんだよって。まこれが現在でもねスタンダードになっているような内容なんだってことなんですね。じゃあどういうこと？ ババラバラだだだっったたたかからら問題だったからみんんなでこう統一したんだよねどんな原則っていうと目的明確化の原則個人情報を収集する時にはさちゃんと目的を明確にしないとやみくもに取られたら嫌でしょとかさ利用制限の原則だってさそのゲットしたその収集した個人情報だってさちゃんと利用をね もうのべつ幕なしにやっていいかって、そんなことないでしょって。で、こういうふうに見ていると、現在の今、これから皆さんがやる個人情報保護法にすごくよく似ているんですね。で、ちゃんと大事にしようね、利用制限もしようね、データ内容も確認しようね、安全しようねって。で、公開しなきゃねなんてさ、責任はこうなってるよとかさ。そういうことを、まあ、このとこいちいち覚えなくていいですよ。まあ、こんな感じで、昔からあることなんだなあっていうことですよね。どういう時代背景だったのかなあっていうことですね。 EU 司令に対する日本との対応ということで、ね、EU は1995年に個人データ保護司令を制定し EU の、ね、管内の中でその、ね、国に対して司令の内容に適合するように3年以内に個人情報保護のための法制化これを図ることを要請したんだよね。でこれに対して日本では 個人情報の取り扱いに関するガイドラインっていうのを改定してどうしたかっていうとこれですねえ個人情報の取り扱いが適切だよっていうことを示すマークこれえプライバシーマーク制度っていうんだけど ちゃんとしてるる人にに対ししてては民間事業者に付与するちゃんとしてますよマークっていうのを出すよなんていうことでねこれを見たらあここのところはちゃんと私が個人情報を何か仮に渡したとしてもちゃんと適切に扱ってくれるんだなってことが目で見てわかるというような、ね、制度を使っているんだよってことですね。これ見たことありますプライバシーマーマク 今度どこかの企業さんとか,なんか事務所とか行った時にちょっと見てみてくるなかなか意識の高いところだと置いてあったりとかしますからね、はい、それで日本国内の動向っていうことでね、はい、どうなっているかっていうといろいろありましたということで1988年には。 行政機機関関のの保保有すするる電子計算機処理にに係る個人情報の保護に関する法律これが制定されたと、皆さん、これからね、個人情報をやっていく上であたって、ここの電子計算機、これはあのコンピューターのことなので、聞き慣れてくださいね、電子計算機処理にかかる個人情報の保護に関する法律っていうのが、日本では昭和63年の頃に制定されていると。 でこの同じ法律同法は2003年平成15年に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関個人情報保護法に全面改正されているということなんですね。まあ、これもえっとれもそれぞれその制定された背景には何か事件が起こってるんですよ。要するに個人情報が漏れちゃっているとかね。 そういうい何か、えっと、住民基本台帳のデータベースが、えー、<laughs> とある市でねちょっと漏洩しちゃってそれで社会問題になったとかねでそういうことがあってダメだとこれダメだってことになっていろいろこう。 どどんどん制定されているてことこで,でも今出るのはこれから新しいところなので、まあ、そういう昔から個人情報っていろいろ守られてきてるのねっていうようなこととでそ,れにそれに受けて日本でもこのように昭和から平成にかけてそして令和でもしっかり改正が行われているのでこの辺りは見ていかなきゃいけないなっていう感じですよね。民間部門の、ね、動向としては同じ ここの2003年で行政機関のね個人情報保護法が全面改正されたと同じ時に個人情報をね個人情報の保護に関する法律、個人情報保護法が制定されているということになります。ということなのであのこれはもうこのユニットはもうこれから二度と聞かなくていいので <laughs> ここはもうあのマッサージしてください <laughs>。じゃあ次のユニットからしっかりやっていきますよ。今度は個人情報保護法に入っていきましょう。